貨物ジャーナルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。2022年10月1日11時5分4076列車がやってきました。奥羽本線不通の影響で秋田貨物発百済貨物ターミナル行きとなっております。東金沢駅のホームからこの列車の到着を撮影しております。 IR 石川鉄道の本線から金沢貨物ターミナルへ向かうポイントに差し掛かり、長い編成をくねくねとくねらせて進んでいきます。いつものようにトラック代行輸送からの12フィートコンテナ、そして秋田および新潟からのコンテナをたくさん載せています。今日の機関車は EF510 の7号機です。機関車後方には JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナが満載となっております。現在不通となっている奥羽本線糠沢早口間は10月8日から運転を再開する予定になっております。この4076列車は9日発の列車から元の八戸貨物発百済貨物ターミナル行きになる見込みです。この日は富山に住む友人と数年ぶりに会うことになり、この貨物列車到着後にやってくる普通列車富山駅に乗車します。富山で貨物列車やその他の列車を撮影していくことにしております。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録をお願いいたします。11時45分、まもなく高岡駅に到着しようというところで貨物列車が見えてきました。4060列車です。この日は富山貨物から吹田貨物ターミナルまでの運転のようです。機関車は EF510 の503号機です。この列車は10月9日出発分より元の札幌貨物ターミナル発大阪貨物ターミナル行きに戻る予定となっております。コンテナはあまり乗っていないようです。この後呉羽駅で下車し、友人と久しぶりの再会を果たし、早速貨物列車の撮影に向かいます。12時50分、やってくる列車は81列車、大阪貨物ターミナル発富山貨物行き。機関車は EF510 の509号機です。ここは撮り鉄の皆さんにはおなじみの呉羽トンネルの上です。以前ここで友人と撮影していた頃には新幹線の高架はありませんでした。大変懐かしいです。その友人とはもう20年来のお付き合いで、昔はよくこのような写真を撮りに行っていました。これは2004年6月だったと思いますが、急行能登と北国の離合を撮りに毎週のように入善泊館まで行っていました。私はうまくいきませんでしたが、友人はベストショットを撮っていました。さて、そんな話をしながら次の場所へやってきました。停車中の DD200、 少し離れてタンクコンテナが乗った貨車が並んでいます。ここは JR 高山線の早星駅です。連結作業に入りました。ホーンの合図の後、 DD200 はゆっくりと貨車に近づいていきます。連結完了です。場所を移動しこの列車を待ちます。梅雨払いとして特急飛騨7号がやってきました。神通川の支流である一級河川飛騨川に架かる鉄橋を渡ります。11時48分、貨物列車がやってきました。1091列車、早星発富山貨物行き。機関車は DD200 の6号機です。県道の高架橋をくぐり、鉄橋に向かって上り坂を登っていきます。機関車後方にタンクコンテナがたくさん積載されております。緩やかに流れる井田川、そこに架かる鉄橋を貨物列車が走っていきます。アンモニア水や希少酸、濃硫酸などの薬品は貨物列車によって安全に運ばれていきます。
その後ろに続く12フィートコンテナにも日産化学さんで製造された薬品が積まれているのでしょうか。これらは富山貨物駅到着後、鉄の列車で東京方面や大阪方面に向けて運ばれていきます。以前この列車を友人と撮影していた当時は東新潟機関区のデイ等が10連で牽引していました。今ではその役目は愛知機関区の DD200 に引き継がれています。列車は富山貨物駅に向けて進んでいきます。さて、再び場所を移動し越中大門駅の近くにやってきました。電化セメントさんの貯蔵タンクがそびえ立っています。その中を見慣れた521系 IR 石川鉄道の車両が富山に向けて走っていきます。続いて1万3000弱物語2号が通過していきます。富山の旬な魚や野菜、お米を盛り込んだ豪華懐石料理に舌鼓を打ち、美味しいお酒を飲みながら413系電車に揺られる、なんとも贅沢ですね。羨ましいです。16時36分、お目当ての列車がやってきました。6080列車富山貨物発高岡貨物行き、機関車は先ほどの1091列車を牽引していた DD200 の6号機が短期でやってきました。この場所に到着してから1時間半ほど友人と語り合いました。気がつけば辺りは少し夕焼け色になってきていました。この列車、土曜日は短期で高岡貨物に向かうようです。出力 895kW の小松製 V12 エンジンによって発電された電気より160kW の電動機を4機駆動させます。本ありがとうございます。先ほどは重いタンクコンテナが乗った貨車を牽引していましたが、今は軽やかに走り抜けていきます。この後さらに場所を移動します。17時15分、見えてきました。高岡駅で進行方向が変わり、列車番号も6081列車になりました。ここは JR 氷見線の能町駅です。構内は広く多くの側線があります。国鉄時代は金沢鉄道管理局管内において1、2を争うコンテナ取扱量だったそうですが、現在はこの駅での貨物の取り扱いはなく、設備だけがそのまま残されています。右側にカーブしていく線路が見えますが、かつて日本ソーダ高岡工場まで伸びていた専用線で、この先万葉線高岡軌道線と平面交差していました。2004年に休止され、今ではその平面交差は跡形もなくなってしまいました。DD200 はポイントを渡り、ホームのない下り1番に進んでいきます。夕焼けの中を走る DD200 を見ていると、地平と高架の違いはありますが、水島臨海鉄道弥生駅で見た風景を思い出します。あれはとても綺麗な風景でした。DD200 は静かに進み、所定の停止位置に停車しました。2灯ある出発信号機の右下、新湊線側が進行を現地しています。新湊線は JR 貨物さんが第一種鉄道事業者である路線の中で、貨物支線ではない独立した路線名を持つ唯一の貨物線です。この先にある高岡貨物駅までのわずか 1.9 キロしかない路線ですが、今でも大変重要な役割を果たしています。DD200 はゆっくりと動き始めました。踏切の先にポイントがあるのがお分かりでしょうか。
このポイントを右に進むと高岡貨物駅に向かう新湊線です。なお氷見線をまっすぐ進んだ次の伏木駅も JR 貨物さんの駅となっていますが、2008年以降伏木駅へ進む貨物列車はありません。今でも広いヤードが残されており、富山県ではその線路を利用して伏木外港万葉埠頭に線路を接続して貨物輸送を行う構想があるそうです。このことは今後の鉄道物流の在り方に関する検討会の課題3に掲げられており、ぜひ実現してほしいと思います。さて、友人と語り合いながら撮り鉄を行ってきましたが、そろそろ暗くなり始めたので氷見線のキハ40を見送ってお開きにすることになりました。まずは高岡方面から氷見行きがやってきました。能町駅から乗車される方が多くて驚きました。続いて氷見方面からも高岡行きがやってきました。氷見線は城花線とともに LRT 化の検討がされていますが、もしそうなった際に貨物列車はどうなってしまうのか、今後も注目していきたいと思います。午後の半日だけでしたが、非常に楽しい時を過ごすことができました。氷見行き普通列車を見送りながら今回の動画を終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。